協和園芸農業協同組合が毎年11月の下旬に開催する富士祭り。出荷最盛期を迎えたリンゴが数多く並び、大勢の人が集まる人気のイベントです。ところが今年は中止されることが決まりました。一番は生産量が落ち込んでいるというのもあるんですけども、温暖化の影響からか収穫の時期も遅れてきておりまして、一挙にお客さんが来てしまうとリンゴの量も少し足りなかったりということで、通常の営業の方は常時させていただいておりますので、そちらの方でお客様には対応させていただいております。協和園芸農協では今年の富士の収穫は例年より遅い来月中旬から12月10日ぐらいを見込んでいて、贈答用リンゴについては予約をしてほしいとしています。また来年以降も富士祭りは開催できない可能性が高いということです。